チャップです。今回はレイヤーズオブフィアの続きをプレイしていきたいと思います。ということでやっていきましょう。前回ね、人形ちゃんに気絶させられたとこで終わっていたんで、その続きやっていきたいと思います。とまた安定の人形界というか、人形めっちゃあるね。てかすごいポーズやね、これヨガのポーズやん。もうカッサーになってるやん、反り具合やば。虎のポーズみたいになってますけどね。もう手がやばいよ、顔も。あららら、えげつない顔でございます。ほんでなんかシャワシャワやってるけど、誰シャワシャワ、誰誰、あなた首えがい、えがいちゃうな、えぐいことになってますよ。あ、君ね、あ、久しぶりやん。あお、お、What is this crap? クラップ、うん、なんや。 Oh, I'm sorry, princess. I'm sorry, sorry. No, yes, yes, yes. Don't cry. Don't cry. I'll get you a new one. New one. Or better yet, Daddy's gonna buy you another dolly. Another dolly. So your other dollies can have a new friend. Friend, 友達なのだみたいな。ああ、子供が泣いてたからこのおもちゃであやしてたみたいな。まあ勝手な推測ですけどね。そんな気がする。わからんけどね。全然わからんけどそんな気がします。さあ開けていきましょう。まあ今回もそんなびっくりはしないと思うんですけどね。すっごいおねしょね。壁まで溶けるおねしょって酸性やね。だいぶおしっこしかなんかレモンみたいになってますけども、うん、出さないと。 I dreamt he came to me、うん、耳 embraced me loved me loved me ありがとう愛してくれてねえな、But, but we both know that while I dreamed my silly little dream, little dream, it was you. It was you. Thank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  you very much. はい、ありがとう。全然意味わかりませんけど、このまあおねしょコーナー入っていきましょうか。こんにちは。え、めちゃくちゃ本気で書いて。君おねしょちゃん。君かおねしょちゃんは。え、おお。あ、ごめん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 。泣いちゃった泣いちゃった。ああああ。ごめん。え、ライオン。ライオンが泣いたぞ。赤ちゃん泣かせてライオン泣いたよ、これ。鬼しライオン、おんちゃん。心配ないさーって。めちゃくちゃ心配やけどね、ライオンなんか急に泣かれたら。どこおんねん、ほんまに。おーおーおー、ライオンおるやん。鬼しライオンおるやん。鬼しライオン、おるけど開けてくれへんやん。心配ないさーばっかり言ってるやん。めっちゃ心配やけどね。ほんま何回も出して。めっちゃ心配。はい。この矢印なんだ、これ。こっち、まあ、ようわかんないんで、こっち行きましょう。さすがに戻るということはないと思うんで、普通に進んでいきましょう。開かない。開くけど何も、うん、何もないですね。これも開かない。このドア怪しいな、おい。めちゃくちゃ白いやんけ。あ、子供部屋ですね。なんかラブリーな感じと言いますか、あそこにラスボスみたいなゾンビ、ほんまに。顔でかいし、デコテカってるし、頭ハゲてるし、ほんまに。なかなか災難やな、おい。ここ開けていきましょうか。あれ、開けへん。なんで？近づくのか？あ、開けへん。開いた。オープン、オープン。まあ、大したものは何もないと。まあ、多分ラスボス、うん？まあ、ブーン言うてますけど、まあ、知らないでしょう。まあ、ラスボスがただただおるという動画ですね。で、え？まあ、ええー、か。あ、これも見れるじゃん。なんか結構ダークな絵ですね。あ、これ回せる？回せるやん。これね、いつも思うけどね、これ回す気すっごいね、回しにくい。蓄音機の時もクソ回しにくかったからね。めっちゃ回させるやん、ほんまに。まだ回すの？ん？いける？あ、いけた。え？回したにも何もないって、ほんまただの時間泥棒やん。返してよ、お前の策略か？ほんま、どこ見てんかわからんしな。しっかり前向いてくれ。前は向いてるけどね。うん。あ、なにこれ？ハサミの持つとこみたいな。ん？ネジ巻きか？こいつか？ラスボスに？使えないじゃん。誰に使う？あ、これか？これメリーゴーランドみたいなやつか？これか？あ、これですやん。んで？おう。おうおう。レイヤーズ・オブ・フィアーの音楽が流れてますけど。おう。急にメルヘンチックやん。え？僕の動画にあれですか？花を添えてくれる的な？メルヘンチックにしてくれるんですか？まあ、だいぶピンクピンクしますけどね。でも、こんな部屋で子供寝かされたらちょっと精神に異常を期待しそうやけど。大丈夫かね。ポッポッポー言ってますけどね。いや、今出てくんのか、お前。さっき出てこいよ、腹立つな、ほんまに。これ何ですか？僕の突っ込みタイム、これ。いっぱい突っ込んだろ。あ、ルンバ壁走ってますね。ルンバ落ちましたね。急に怖くなってきて、ガン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 言ってるけど。あ、かわいいかわいい。馬乗ってますよ、ラスボスか。まあ、かわいくはないけどね。ほんで、めちゃくちゃ扉ガッシャンガッシャンになるやん。噛み合わせ悪い歯みたいになってますやん。そんだけ噛んでたら入れ歯なるで。めっちゃポリデントやでって言っといて。ほんで何ですか？痙攣してますね、人形ちゃんが。あ、初期微動継続時間ですね、あれは。マグニチュード 8.9 くらいありますわ。これで他に？めっちゃやばいやつおるやん。頭いった、頭カッサンになるそれ。パッカンになるわ。どんだけ寄っとんねん。えんで？急になんかドゥードゥって。映画っぽくなってきましたね。なんか狂っちゃいますか？かっこよくないですか、この音楽。ドゥーって。ブッブッツープツープツープツーみたいな。ボイパみたいなね。まあ僕はできないですけど。
お、なんか鳴ってますよ。ハッシュリトルベイビーザナイトイズスターク。はいはいはい。ほんで、お、LED ですね。結構エコですね。顔触れてますけど大丈夫ですかね。スターズフェードアボブユーザールームクローズダーク。ゴーズダークか。あーはーはー。ほんで、だんだん近づいてきましたね。LED ちゃんがね。ほんで、最後の英語は、ママユーゾトゥカムトゥタクユーイン。うん。全然わからん。めちゃくちゃ LED ですやん。顔面でっけえな、おい。オカメナットやんけ。Now she's now なんちゃらトゥビシーン。はい。ほんで、何あ、お手手なりましたやん。お手手。ほんで、次はおー、ドアップの LED。顔が揺れてんのがキュートというか、目がすごい LED。え、これだけ？とりあえず突っ込んでただけやん。ラスボスおらんやん。なんちゅう動画や、これは。これ、何あ、なんか追ってるし。K や。This was a special brush. スペシャルなブラシ。Like a horsehair brush, but different. ディファレント。At that point, I hesitated. てて。Will this really work? Really work? Fuck it.I was already halfway through, and besides, it's not like I can just put it all back and forget the whole thing. Oh, Shinku. Oh. Oh, my little girl, 髪の毛抜けてるって排水溝に詰まってそうとか思ってたらすっごい怖っ。サウザンドアイズサクリファイスみたいなね、遊戯王の勘だけど気にしないでくださいね。こういうの結構怖いですね。なんかゾクッとするタイプの。おお、顔でかっ。え、顔でかっ。え、顔でかっていうか目ドライアイやん。大丈夫かよ。え、これだけ怖くない。怖くね。シンプルイズザチャップやん。リアクションも困る。あ、安定のこのお部屋に戻ってきましたね。ってことはセーブポイントかな。なんかすっごいセクシーとか、どこ見てますのお兄さん。すっごいとこ見てますけどね。で、あなたもまたセクシーな、ほんま。目いってもうとるやん。これ、え、放送禁止やん。これめちゃくちゃセクシーやん。これダメなやつや。これあかん。ほんで、あららららら、お兄さん首が乗っかっちゃって、ほんまに。首パッキーになりますよ、それ。マニーパッキャーやん。え、君もすごい。なんなんかな、赤ちゃんの人形界でヨガ流行ってんのかな。これとかヨガでしょ、これ。ほんまにすっごいとこ見てんもんね。で、多分ここ何も開けてもないと思いますけど、右にまたなんか突っ込んでくれと言わんばかりの人形がいますけどね。お前どこ向いとんねん、あいつ。これどこ向いとんねん、お前は。ほんまに開けへんがな。まあ、多分何もないでしょ。で、チューチューあって、どこ向いてんの、さ、セクシーな体して。何もない、上は何もない、ほんまに。で、これ開けたら、まあ、なんか、ヘイボブみたいな手上げとるけどな、これね、ほんまに。ヘイボブちゃうわ、ほんま、知らんけど。さあ、まあ、餌っていきましょう。まあ、サクサクいきましょう。うん。まあ、安定の餌って、絵が変わって、扉が開くようになるっていう、まあ、お決まりのパターンでしょう。はいはいはい。で、これ何？あ、キー言いましたね。左が開いたんでしょう。人か？人造人間サイコショッカーちゃん、トラップカード発動できるようになるから気をつけてよ、あれ、ほんまに。昔は強かったんか知らんけど、今は知らんね。遊戯王ばっかやね、今回。まあ、遊戯王やってたからね、僕も。まあ、今はやってないですけど、ゴーン。はい。行きましょうか。よいしょ。あー、なるほど。これは、くるくる回ってたら背景が変わる、実況者殺しの無限回路的なんちゃいますか？あれ？パリパリ言うけど、あ、でもなんか歪んだりしますね。まあ、回ってたらなんとかなるでしょう。まあ、その間ね、適当に喋っときましょう。まあ、適当に喋るのだけは僕、得意やからね。内容はないけど、なんぼでも喋る。なんぼでも喋れますよ、実況中やったら。まあ、私生活でね、こんなにずっと喋ってるわけないですからね。ほんま、私生活はおとなしいですから。もう実況中だけですからね、こんなうるさいのは。そこだけはちゃんと覚えておいてください。何もないですね。ここも何もない。んで、これがあって、ゴングインサークルズか、わからんけど、まあ、読みにくい英語しとんな、ほんまに。あ、こことか開けときましょうか、一応。いや、なんもないか。何急に消えるやん。急に節電やん。びっくりモンキー。何？めっちゃキシキシしてるやん。何ラブラブしてんの、人形同士で。誰もおらんし、結局おらんやん。今回節電のかい。また LED。なんでそんな節電すんの？まあ大事やけどね。Easy to forget drunk。ん？デリリオス。わからんな。デリシャスみたいな。美味しいみたいな。お、何やんだ、たたたた、タイム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 って書いてるよ。Not yet、まだやって。タイム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 、チッ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 チ開けてなんもない。あー、まあ、どこの扉出ても一緒やろうね、これは。うん。キーついたら家ボロボロになってるからね。だいぶ下げられてやん。リフォーム失敗しとんで、この家。大丈夫か？オープン。
あ、暗いけど、まあ何もないとは思うね。で、ちょくちょくある銅像があって、何もない。ドーンって言って。この絵やばないですか？何されてんのこれ。顎ひげ剃られ、っていうか、青の人の腕と肩幅、バッキバキやん。僕よりも腕細いで。え？細い？ちゃう、太いで。細いで、ちゃう、それは当たり前やね。女性の方が腕太いて、ねえ、うん、ちょっと筋力負けてる、それはちょっとショックやな、男として。そこは買っときたいですね。マインクラフトみたいなお絵があって、お絵？絵があって、あ、お手紙ありますね。ジューンですって。ジューンは6月やったかな？ジュライやったか忘れましたけど、メイクアップユアマインドがあって、ナポレオンの絵があって、なんもないでしょ、多分ね。さっき行きましょう。多分なんもないと思うんで、さっき行きましょう。オープン、こんにちは。誰かいますか？ついに来たか。静香ちゃんとの一騎打ちか。あらら、カクカクなってるね、これ。お前、静香ちゃん。ハグして。あ、これ。これ絶対来る。わかってる。これもう絶対来ますよ。260% 来る。これ絶対来るよ。これ来たー。お疲れさん。びっくりしないもん。まあ確かにね、静香ちゃんに近づかれたらさすがに嬉しいよ。やっぱ女性にこんだけ近づいてもらったらね。ただ嬉しいけど、その顔でね、そのなんかちょっとゾンビみたいな顔で、いきなり初対面でその距離はちょっと近いかな。もうちょっとね、やっぱりプライベートスペースっていうのがあるからね、まあ、その辺は大事にしてほしいと思ってますね、僕的にも。はい。何のことを言ってるのか全くわからないですけど、まあ、行きましょう。まあ主人公の気持ちになったわけですね。うん、ありがとう。Thank you! チャップだよー。さあ、次のエリア入ってきましたが、結構、なに、高橋名人みたいな、誰 B ボタンダッシュしてたの、パラランになってたけど、ネズミっていうのは分かってるんですよ、僕だってね、高橋名人とか言ってますけど、あ、影追ってんじゃん。あ、ネズミ取りに引っかかってたのを助けてあげた的な、あれかな、流れかな、ネズミを助けましたみたいな。え、そんなん絶対浦島太郎的なポジションでネズミ助けてくれません、これから。お、おれおれおれ、これやっぱ浦島太郎ポジションちゃいます。な、なになになに、乗れんのこれ。乗れるやん、背高っ。え、ウサギチューって、助けてくれてありがちゅうみたいな。はい、かわいそうですね。かわいそうじゃね、僕がかわいそうや。ネズミは可愛かったけどね。ネズミについていくんでしょう、多分ね。え、ネズミ罠にはめようとしてんのか、助けてくれてんのか、どっち？僕を殺したいの？あなたは。あー、チューチューチュー。あ、そっちなんかあんの？お腹が空いた、チューって。かわいいな。結局左行くしね。は？入ってたぞ。扉ちゃうわ。扉？ん？なんで？あ、これか。もうこういうね、なんかトラップやめてよ。もうホラーゲーよりも怖いからね、こういう要素は。あ、出てきたんですね。はいはいはい。穴開いてると思ったらネズミちゃんが出てまいりました。早いね、ネズミちゃんね。てか、明らかに誘導されてる感がめちゃくちゃあるんですけど、やっぱり、浦島太郎ポジションなんかな？浦島チャップ？浦島チャップやん、これ。早い、今の。どうやってワープしてないっす？早っ。ウサインネズミやん。チューチューしようぜ。エグザイルしようぜ。チューチューしようぜ。意味わからん。あ、落ちたよ。落ちたよ、落ちたよ、落ちたよ。どこ行ったん？ああ。散らかすなぁ、この子ほんま。ん？ラット？何これ？謎解きの匂いプンプンすんねんけど。めちゃくちゃ嫌なんですけど、謎解きって。え、うわ、鍵ついてるやん、ここ開けろってやつか、これ。え、もしかして、あー、謎解きはホラーゲーよりも怖いな。僕苦手やからな、謎解き。まあでもラットやから、まあどうせ謎ったらいいけど、そんな簡単なわけないよね。ここまで来てそんなことがあるわけないですやん。そんなわけない。え、ちょっと喋ってたら分かるようになった。え、 6?6？ え、待って、分からんようになった。もう喋ってたらあかんわ。6、6、8、7、6、8、7。そんなね、謎解き簡単なわけないですよ。そんなバカな、そんなことあってダメですよ。せっかくね、ホラーゲーね、こう有料で買ってんねんからね、そんな簡単な、ほんまやん、そんな悪やんみたいなね。うん、ちょっとさんまさん意識したんですけどね、やっぱあの人のクオリティには僕はもう足元にも及びませんわ。あの人が神様やったら僕はまだ生まれてもない。まあそのぐらいの差はありますね。で、燃えておりますが、はい、ボンボンってなって、火がボンボンになって、チキンボンボンになって、これネズミの罠なんですかね。めっちゃ泣くやん。えあーあーあー言ってますけど、まあ、知らんやん、そんな泣かれても。泣かないで。あ、またチョロロロンって、あ、おるやん。ほう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 、あーんってなってるけど、あ、消えた。え、これどっち行くの、これ。ネズミの方か、光ってた方か。なんかこっちの方が長いし、こっち行きましょうか。多分どこ出てもね、一緒やと思うんですよ。扉勝手に開いたし、多分僕を誘ってるんでしょうね、こっちね、多分。うん、
多分やけどね、知らんけどね。うんうん。ほんで多分自動ドアでしょ、キー言うたもんね。勝手に閉まるからね、ほんまにね、ほんまに。めっちゃパンダおるやん。黒柳徹子さんね、あれですよ、パンダめっちゃ好きなんですよ。はい、どうも黒柳徹子でございます言うて、すいません、ほんまにごめんなさい。今のはもうやらんから一生ほんでここなって、これ進んでいったらいいんですか。なんもないと思うんですけど、うん、ナポレオンがおるだけですね。定期的に家ボロボロなるからな、ほんまこの家。そこはちょっと怖い。あー、自動ドアでなんもないですけど、これはガンガン進んでいったらいいんかな。おー、すごいですね。なんか奥行きがあってめちゃくちゃいいですやん。お、いいね。おー、閉まってる閉まってる閉まってる。ほら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 、ちょ、あのね、かわいいね、かわいい、めっちゃ おしとやかな実況者がね、実況してねえからね、そんな子がね、指詰めたらどうすんねん、ほんま。訴えるで、学校まで。モンスターチャップやで、俺は。おお、重い、重い、重い。なんか重なりましたね。あ、これはさっき爆発した時計じゃないでござんすか。あー、なんもない。え、これ、こんなガンガン進んでいっていいんか。後ろは？あ、なんか奥行きがあっていいですね。扉閉まってるけど。オープン。あら、ボロボロ。やっぱ定期的になんかボロボロになりますよね、お家がね。まあ、それがまあこのゲームの演出やなんとは思うんですけど、木とかすっごい枯れてるって、枯れてんのにえらい伸びましたね。家の中にあんなでっかい草置いてたらほんまやばいやん。植物ワールドやん。めっちゃ見てますやん。それ遠く見るときのポーズ。そんなに僕のこと見たいんですか？照れるな。そんなにね、僕のこと好きなのはわかるけど、僕もそれ照れるわ、ちょっと。I don't.なんもないでしょ、多分ね。大きかった。え、何が変わった。え、な、ん、ん、ん、ちょっと奥行きが出た。あ、なんかシャワシャやってる、絶対なんか入ってる。あ、ラーメンの湯切りやん。おう、ファッキン、口悪いな、シャラップ言うてん、黙れ。あ、ドゥドゥ、わわわわわ、おい、おっさん大丈夫かよ、おい、やんどるな、おっさん。You hate? You hate? 肉、肉の、うん、なう、なに、あ、オーライ、大丈夫か。うん、Neither can I。あ、ラララララって、ワウ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 って。これ、まあ、湯切れとか言ってますけど、多分これ、ワンちゃんの口につけるやつですね。吠えへんようにするんか、噛まんようにするんか、ちょっとわからないですけど、多分、ワンちゃん、ワンワン防止でみたいなの出てるんですよね。生類憐れみの霊みたいなね。第何代将軍、徳川綱吉か忘れた。日本史忘れた。ちょっと今、チラッと見ちゃったけど、今、ちょっと見ちゃったよ。気づかんふりしようと思ったけど、ちょっと僕には無理でしたね。気づいちゃったよ。なんかあるなと思った。あ、目になってるよ。あれ？全部目？お目目やん、お目目。お目目、モンスターズインクやん。マイク・ワゾウスキーやん。マイク・ワゾウスキーっていうやつですやん。何ですか、紅白歌合戦みたいな。赤と白でみたいな。まばたきめっちゃしてるけど、目乾くよ。あ？目薬して。なになに？おーおーおー、近づいてる、近づいてる、近づいてる。おーおーおー、怖い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 。なんかちょっと病みそうな感じですよね。まあ、全然怖くはないんですけども。はい。気持ち悪いなぐらいですね。気失って終わり。あ、おはようございます。まあ、なんかちょくちょくなんかあったら気失いますよね。うん、多分基本家はボロボロなんやと思いますよ。普通に見えてるとき、あれはちょっと病んでるときとかちゃうんかな、よくわからないですけど。ちょうど目覚めさし、この辺探索して終わりにしましょうか。多分何もないですね。こちら次のエリア見て終わりにしましょうか。どんな感じかな。あー、続きそうですね。よし、じゃあ今回この辺で終わりにいたしましょう。皆さんご視聴ありがとうございました。では、バイバイ。はい、ということでですね、前はね、こっちのね、長い道行ったんですけど、こっちも気になるんで、一応動画撮っていきたいと思います。ここまで来んのがね、地味にめんどくさかったわけですよ、ほんま。なかなか大変やった。まあ、行きましょう。あれ？これ、こっちも行けんじゃね？めっちゃネズミおるやん。かわいいかわいいネズミちゃんが。ん？走って行っちゃったよ。どこまで行くの？おうおうおう。お、あ、そこで止まるのね。まあ、止まると思ってましたけどね。まあ、止まるとは思ってましたけど、ネズミちゃんが待ってくれております。あ、神ある。あ、新しいチューチューや。なにこれ、キマイラチューチューやん。合成めっちゃされてません？足4本。気持ち悪くないか。ネズミ足4本か。うん、わからんけど。まあ、とりあえず気持ち悪いチューチューちゃんがいましたね。新しいチューチューシリーズが見れましたね。あれ？こっちも行かなあかんかったんかな。ここにネズミいますけどね。うん。まあ、落ちるとは分かってましたよ。絶対、もうそんな匂いプンプンしてましたもん。行き止まりでウサギがあんなカン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 、シャチホコみたいなポーズしてた。それはもう落ちるしか選択肢ありません、チャップです。さあ、落ちたところでどうなんかよく分かんないけど。おお、芸術的。なんかこういう美術作品ありますよね。スプーンとか重ねてライト当てたら形に見えるって。
これネズミちゃんになってますやん。はあ、なかなかやるやん。芸術家やん。さすがやん。やるやんって。これ何これ。なんか気持ち悪い絵がありますけども。はあ、なんか全体的に気色悪い部屋ですね。まあ早く出ていきましょう。ここにおったらなんかちょっと運気が悪そうです。何これ。開けへんやん。鍵閉まってんの。何ちょっと待って。これ新手のいじめやん、これ。え、何これ。え、何何ん、なんやねん。ぶつからなあけんって。なんやこれ。この扉。で、ここ戻ってくんのかい。なんや、あの扉、ほんま。勝手に閉まったぞ。え、よ、わからんな。はい。ということで、まあ。ここも一緒やとは思うんですが。あ、一緒ですね。はい。ということでね、まあ、こんなもんです。終わりにいたしましょう。